はい、では行きましょう。解の公式による解き方ですね。ここではどういう問題をやるかっていうと、次の方程式を解の公式を使って解けっていう風にして、こういう3問があるとっていう感じなんですね。で、ここまでの話をもう一度おさらいしておきますと、今僕たちは二次方程式の解き方っていうのをやってるんですね。で、二次方程式っていうのを大きく分けて3つのやり方があるんだよと。二乗の形、そして解の公式、そして因数分解という形があったんですね。で、もうこの二乗の形については前回の動画で平方完成までやってもそれでも全部クリアです。あっこまでできればもう大丈夫です。で、今回やるのはここ終わって、今回はこの解の公式についてやります。解の公式についてやります。で、いやいや、解の公式って何やねんって言うと、解の公式っていうのは二次方程式の答えが分かる公式なんです。この式にさえ当てはめさえすれば二次方程式の答えが分かるよとね。因数分解とか平方完成できないときはこの解の公式を使って解くことができるんだ。どういうことかっていうと、前回の動画でね、僕ら平方完成っていうのを習ったと。で、平方完成っていうのはこの x 足すホニャの2乗イコールホニャみたいな形を作るんですけれども、この作業がまあまあなかなかね、慣れたらまあ簡単なんですけれども、それまでが大変なんですね。で、こういうここが奇数の時とかって結構ややこしいことになりましたよね。これ前回の動画でやった通りです。その時にね、解の公式を使えばもう答えが一発で出せるよとね。ここが奇数であってもね、こういう風にここが偶数、ね、ここに x2 乗に係数がついてたりしたら、平方完成ってすごいやりにくいんです。で、因数分解もできない、平方完成もややこしそうだと、そういう時に使うのがこの解の公式なんです。とは言っても解の公式もこれなかなか大変な公式なんですね。これどういうことかっていうと、二次方程式 ax2 乗プラス bx プラス c イコール0っていうのがある時に、ね、こういう感じ。この A、この文字がいっぱいあるんですけれども、この A、B、C っていうのが、このここの係数を表しているっていうのがまた大事なんですね。こういうことを言うてると思ってください。2x2 乗引く 6x プラス3 みたいな。これを AX2 乗プラス BX プラス C みたいに表しているんです。の時に答えはどうやったら出るかっていうと、X は 2A 分のマイナス B プラスマイナスルート B2 乗引く 4AC。ね、めっちゃ早いですけれども、これ慣れるしかないんです、ね、不思議とけど結構みんな覚えられるようになります、ね、まずこの 2A 分母が 2A、 これはこの x2 乗の係数をかけてくれよと、2倍してくれということです。 2×x2 乗の係数、ここですね。で、こういう風に何もついてないときはこれ1があると思ってください。 2×1 分のっていうことです。で、次、分子がマイナス b、 ここですね。この b にこれマイナスつけて置いてあげてくださいと。プラスマイナスルートして、この B の2乗、引く 4AC。4AC っていうのは 4×A×C です。で、こんなもんね、もうこれ見てたって仕方ないんで、もうとにかくいっぱい1問でも多く解くことで体に覚えさせていくことが大事だと思います。なので早速見ていきましょうね。まずこの X2 乗プラス 5X 引く 5イコール0。これ解の公式を使って解くとどうなるかっていうと、まず先ほども申し上げました通り、この x2 乗についている係数はない。ないのはこれ1があるっていうことなんです。だから分母は 2×1 分のです。ね。2a 分の、ここに注目してます。その次、分子。マイナス b ですね。マイナス b。だここを見て、ここプラス5ですけれども、それにマイナスつけて入れるんで、マイナス5です。ね。ここにマイナスつけて入れると。マイナス5。プラスマイナスルート、B の2乗。これの2乗なんで5の2乗です。5の2乗。引く 4AC。4かける、ここの係数かける、ここ。なんで、4かける、1かける、ここ。C はマイナス5なんで、マイナス5っていう計算をしてあげると。これが解の公式なんですね。で、あとはこれを計算を続けていくだけと。分母は 2×1 で2。分子はマイナス5はマイナス5。このルートの中が計算できるんですね。5の2乗はこれ25です。そして 4×1×5。4×5、20。で、これマイナスとマイナスでプラスやから、こっちがプラス20になるんですね。だからこれルートの中25足す20で45になると。2分のマイナス5プラスマイナスルート45になると。で、このルート45っていうのはもうちょっと整理できるなということで、ルート45っていうのは、これね、こういう風にやっていけば、ね、わかると思いますけれども、3ルート5ですね。だから答えは2分のマイナス5プラスマイナス3ルート5と。これが答えになる。これが解の公式なんですね。これに慣れていこうっていうところです。
だこの x イコール 2a 分のマイナス b プラスマイナスルート b 二乗引く 4ac、 これをね、こう実際問題を通して体に覚え込ましていきましょう。まず1番です。 x 二乗プラス 5x 二イコール0と解の公式を掴んで、 2a 分のなんで、まず 2× ここ係数内から1ですね、 2×1 分のマイナス b、 ここ5なんでマイナス5プラスマイナスルート b 二乗、これの2乗です。5の2乗引く 4×1× マイナス2ですね。もうこの計算に慣れていくっていうだけです。そしたらこれルートの中計算したら、マイナス 4× マイナス 2×1 なんでこれプラス8になりますよね。5の2乗は当然25やと。で計算したらもうこういうふうに答えになると、これに慣れていこうっていうところですね。次2番です。2x2 乗引く 6x プラス3イコール0、これも解の公式使えますよとね。でもしかしたらね、あの高校レベルの勉強とかしてる人やったら解の公式のここ偶数バージョンみたいなのもあってね、そういう便利なのあるかもしれないですけれども、まあ今回はもうそれの紹介はちょっと控えておこうと思います。どうせ高校1年生になったらすぐやりますしね、まあそれほど難しくはないんですけれども、とりあえずまずこの基本となるこっちのね、解の公式をしっかり覚えようというところでね、これを使ってやっていこうと思います。2a 分の、なんで 2×2 分のですね、まずここの係数に注目する。 2×2 分ので、マイナス b はどうなるかというと、今回これマイナスなんでちょっと注意が必要ですね。マイナスマイナス6です。マイナス b なんで、だここにはねマイナス6をそのまま入れるからマイナスマイナス6になると。でプラスマイナスルート b がマイナス6なんで、それの2乗引く 4×2×3 ですね、 4ac なんで、で分母は4になると。でここマイナスマイナスでプラスになると。でプラマイルートの中どうなるかというと、これが36です。そして 4×2×3 は24ですね。36-24になると。でルートの中計算したら12になると。ルート12計算したら2ルート3になるとですね。そしたらこの4分の6プラスマイナス 2ルート3までいって、ここから約分する必要があるんですけど、ここですごいよくある間違いが本当に多いんですね。こういう約分はこれ絶対やったらダメなんですね。やるなら全部いけと。何言ってるかっていうと、2分の4たす6ね、これ普通に計算したら4たす6は10、10割る2は5になるはずじゃないですか。やのにこんな約分をしちゃう人がいるんですね、たまに。そしてこれ4たす3は7になって絶対もう変じゃないですか。これダメなんですね。でやるならね、もうこれ全部いって、こっち3でこっちも約分してこっち2になって2たす3イコール5やったら OK なんです。いやもう何言ってるかややこしいですわっていう人は、もうそういうこういうごちゃごちゃテクニックとか考えないで、この分子6プラスマイナス2ルート3、これ6と2があるから2でくくれますよね。2でくくったらどうなるかっていうと、かけて6プラスマイナス2ルート3にするためには3プラスマイナスルート3ですね、これ展開したらわかると思いますね。この形をまず作っておいて、そしてこことここで約分すると。そしたらこれ絶対間違えないです。2分の3プラスマイナスルート3になるんですね。ここで結構この約分がで間違っちゃう、せっかくやのにもったいない、ね、人が多いんで注意してください。こう掛け算やったらいいんですね、ここが。掛け算やったら、こういう約分は全然 OK なんですけれども、この掛け算と同じノリで足し算でね、この、片方だけとやるっていうのはこれも絶対ダメなんでね、それだけ注意してくださいと。それに慣れようっていうところでもありますよね。ではラストです。ラストもいきましょう。 2x2 乗引く 7x プラス6イコール0、これももう普通の解の公式ですね。 2a 分の 2×2 分のここの係数に注目です。でマイナス b はどうなるかというと、マイナスのマイナス7なんでね、もうプラス7になると。慣れればね、一気にいけます。でプラスマイナスルートマイナス7、これの2乗、マイナス7の2乗引く 4× これ×これですよね。であとこれも計算するだけですね。そしたら今回計算したらルートの中が 49-48 で1になるんですね。4分の7プラスマイナス1と、こういう場合はここで答えにはしないですよね。というのもこれ分子まだ計算できるやんと。どうなりますか。これ7のプラマイ1っていうことは7たす1、4分の7たす1と4分の7引く1の両方が答えということですよね。じゃあこっち計算したら4分の7たす1は4分の8なので2になる。こっちはどうなるかというと、7引く1は6やから4分の6で2分の3になる。こうやって答え、ここまで来て答えと。ルートがね、取れるときはこういう風にして答えにするっていうのも知っておいてください。はい、ということでね、ここでは解の公式による解き方について一緒に勉強していきました。
どうでしょうか、理解できましたでしょうかね。もしね、疑問点などあれば遠慮なくご質問くださいませ。でね、できたよっていう人にね、もうここほど本当に練習大切なとこないですよね。これ以上ね、動画聞いても仕方ないと思いますね。自分でも脳筋トレできるように、類題見つけて、しっかり練習しておきましょう。